トルウェネスランド・ジョセップ・ボレル、セルゲイ・ラブロフ・アントニー・ブリンケン中東カルテットとは、パレスチナ問題に関する和平プロセスを仲介する、アメリカ合衆国、ロシア、欧州連合、国際連合の4社を指す、マドリード・カルテットとも言う。この4社による枠組みは、2002年に中東での対立が激化したことを受けて、スペインの首相ホセマリア・アスナールによってまとめられた。 2007年から2015年にかけて、トニー・ブレアが4社の特使を務めていた。2005年4月、ガザ地区撤退計画に対応する特使に、元世界銀行総裁のジェームズ・ウォルフェンソンが任命された。ところがウォルフェンソンは、イスラム過激派のハマスへの制裁と、パレスチナ自治政府への送金停止により武力衝突の危険が高まったことを受けて、特使を辞任した。 2007年6月27日、この日首相を退任し、また庶民院議員も辞職した、イギリスのトニー・ブレアが、カルテットの特使就任要請を受諾すると表明した。この人選については当初ロシアは反対していたが後に承認している。なお特使に関する国際連合の役割は、資金と安全確保の監督に当たるというものである。その後、 ブレアは2015年5月27日に特使を退任し、同年11月にオランダのキトデブールが新たな特使となった。ありがとうございます。